はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴沢良二でございます。兵庫の H 様、H 様、お手紙いただきました。ありがとうございます。陽子様、幸子様、総一様、物品など、ご支援と、お手紙、ありがとうございました。こちらは、振り込みじゃなくて、直にいただいたご支援など、であります。ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。物品などのご支援はこちらです。171-8422南池袋 2-45-1-9 階靴沢領事、070-2677-8910、生物はご遠慮ください刺身とかですね、まあ生ガキとかですね、まあ、そういうのはご遠慮ください。よろしくお願いします。3月12日土曜日、今度の土曜日ですね、午後3時半から亀戸駅にて、藤川江東区支部長と共に街頭活動いたします。よかったら見物にいらしてください。土曜日3時半からです。亀戸駅、有志から画像提供ありました。3月6日、この前の日曜日ですね、の左翼活動を、いろいろなところの左翼活動の画像だそうであります。全学連っていう上り旗ありますけど、まだあるんだ。なんか50年前くらいからありますよね。で、活動に参加している人を見ると一体何回留年してんのかなみたいな、何十年も学生やってんですかみたいな人が、元気いっぱい活動してらっしゃるようですけれども、この人らの活動資金ってどっから来てんの、一体何の金なの、一体どこをどうしたらこの人ら黙ってくれんのかな、活動やめてくれんのかな。なんかね、上りでいろいろ言いたいこと主張してるみたいなんですけど、いっぱいありすぎて、いろんな主張しすぎてて、とっちらかっております。もうちょっと絞った方がいいんではないかなんて思いますけれども、ルーブルがウクライナ侵略前の4割に下落したそうであります。昨日、一昨日あたり半分になったっていうのからさらに下がって、まあ1日2日で1割下がってたらもうすぐ紙くずですね。これね、対ドルでのドルと比べて4割下がったってことですから、別にいいんだ、ロシア国内でルーブルで金もらってルーブルで、支払い受けて、そんでルーブルで物買うっていうんだったら別に構わないんですけど、まあ外国と比べて、という数字だけでね、マクドナルド、ロシアにある850店舗閉鎖を発表いたしておりました。まあ商売できないんでしょうね、これね。カードも止まってるし、送金もできねえ。代金もルーブルでもらってもしょうがねえ。な、紙くずは。スタバ、ロシアでの営業を停止すると発表。ユニクロ、ロシアでの営業は続けると発表しておりました。カード決済も送金もできねえし、紙くずルーブルで代金もらってもダメなんでは、巨大なバカだなと評判になっておりました。まあ売国企業とか金しか目がいかないのかとか、そんな評判もありましたけれども、営業続けて何になるのかな、バカなのかなっていう意見が多かったであります。 NHK ロシア国内での外国人向け番組NHK ワールド、放送停止を発表、昨日だそうですね。日本での放送活動もやめちまえバカ野郎っていう意見が多かったであります。これ現地の法人に丸投げしてるみたいなんですけど、そっからもう放送できませんって、連絡来たんだって。してみっとですね、ロシアの電波使用料払ってテレビ放送してんだから、日本人からの受信料でロシア人にはタダ見させてるってことになりますよね。ネットの反応です。
やればできるんじゃねえか、ロシアが羨ましい、まあ、国内でも放送停止しろっていう意見ですね。日本でも止めてくれて構いませんが、国内停波してもいいんじゃね、マジで。もちろんロシア人からも受信料徴収してんだろうな。もちろんしてません。日本人からだけ受信料取ってます。テレビあるんだから外国人からも受信料取れよ。俺たちの金で無料放送してないよな。日本人だけ徴収って差別だ。日本人からだけ受信料取って、その金でロシアの電波使用料払って無料で番組作って、見している、しかもその中身がですね、日本を悪いっていうのを延々垂れ流して嘘もつくと、許せませんね。 NHK 解体しましょうね。NHK スクランブル化要求デモを開催します。NHK スクランブルになっちまえばですね、売り上げ半分以下になって壊滅しますんでね。3月27日土曜日じゃねえや、これ日曜日だ。3月27日日曜日、13時30分東池袋中央公園に集合してください。14時に出発いたします。東池袋中央公園はサンシャイン60の敷地内にあります。旧巣鴨プリズン跡地であります。ナビで来られる方は東池袋 3-1-6 とスマホに入れてください。手続き終了次第ですね、正式に参加募集いたしますので、その時はご参集よろしくお願いいたします。マクロン大統領、オーディオビジュアル税廃止を公約に掲げました。次も大統領選挙出るんだって。テレビを持つ世帯が払ってるですね、税金で年額138ユーロ、約17,388円と、地上波 NHK の地上波だけ契約ですと15,000円ぐらいですから、まあ似たような、衛星放送入ると25,000円ぐらいになりますから、これより高くなりますけどね。公共放送のフランスメディアスロンモンドとかに使われているそうであります。フランス24とかいう番組が有名、ネットの反応です。 NHK と総務省、そっとじ案件、これは当選、マスコミを敵に回して勝てるのかな。 NHK は絶対報道しないニュース、ロシアと同じ勢いで NHK が嫌われてて笑う。メディアの影響力がですね、全世界的に低下してんで、テレビを敵に回しても平気だなってマクロンは判断したんでしょうか。減税を公約にするのは立派であります。財務省の犬でバカな岸田は見習うように。フランスの受信料は税金なんで、予算、立てて承認されて、きっと使い道も監視されてて、きつい縛りが あると思います。 NHK 受信料は税金ではないので好き放題やってますけどね。 NHK 会長の報酬は任命する総理よりも高い、おかしいだろ。職員平均年収は約1,800万円、おかしいだろ。渋谷の新本部建設計画の総工費は約3,400億円、これは都庁タワーの5本分、おかしいだろ。金を残しすぎると値下げしろって圧力かかんで、最近これ法制化されました。本体を赤字にするために多数の子会社に必死で金を回している、総務省の有識者会議はですね、 NHK の存続は必要なのでから話が始まってですね、まるで茶番である。強制徴収で実質税金だ、 NHK 税だ、税負担率 48.0% に貢献してやがる。豊かな生活のための私からのご提案なんですけど、テレビを投げ捨て NHK を解約する、年間約30,000円お得、新聞購読をやめる、年間約50,000円お得、労働組合をやめて組合費を払わない、年間約40,000円お得と、これで全部で120,000円になりますから、毎月100,000円の余裕が生まれますね。労働組合の交渉で100,000円のベースアップなんて最近では聞いたことないですから、まあ労働組合は役に立ちませんよ。自分の行いだけで100,000円のベースアップと
同じ効果が得られる、ということで、この3つ労働組合新聞テレビやめる全くやめちまうっていうのをおすすめであります。もうやめてるよっていう人はまああの、お聞き流しください。テレビ新聞のない生活は精神も安定します。理由はですね、不要な欲求欲望を煽られないから。次から次へと欲しいものを見せられて、テレビショッピングとかはまあ最たるもんですけど、素晴らしい土地の風景やら、見せられて、ああ行きてえななんて、行く必要もねえのに欲求を煽られて、美男美女、ばっかり出てくる映像を見せられて、ああこういう人と仲良くなりたいな、不必要な欲求を煽られて、精神が不安定になりますんで、テレビを捨てることをお勧めします。野村総研調べ、所得の中央値は437万円でした。平均所得は 552.3 万円でした。これあの 61.1% が平均所得以下ってことは、まあ突出して高い稼いでる人が平均を押し上げてるっていうことですね。まあ中央値一番多いのが437万円っていうことですからね。こっから税金取られて、まああの手元に残るのは300万円台か。都内だとちょっとあの一人で生活すんのでギリギリかな。地方だったらまあね、あの親の大きな家にじいちゃんばあちゃんと住んでてなんて人はまだあの余裕ありますけれども、200万円以下が 12.6%、 300万円以下が 26.2%、 400万円以下が 39.0% だそうであります。4割の方が400万円以下の所得で、いると。結論、国全体が貧困化していますっていうですね記事だったんですけれども、ネットの反応です。いくらからが貧困と定義してんの、これは私もちょっと思いました。田舎でですね、大きい家があって農家でもうすでにあのじいちゃんばあちゃんいてですね、子供産んでもあのちょっとあの面倒見てくれるって、お手伝いしてくれるなんていうですね、で駐車場代も家賃もないなんていうと、年収300万円ぐらいでもですね割と豊かな生活送れます。いい車買ったり、もできます。ところがあの都会でですね、割と中央に近いとこ住んで家賃が20万なんていうと、ちょっとですね、豊島区の 3LDK、つまりですねリビングダイニングとプラス3部屋、夫婦の寝室、お兄ちゃんの寝室、子供部屋、妹さんの子供部屋、まああの4人家族で子育てしようっつったら 3LDK 必要じゃないですか。それのあの平均の家賃が豊島区は20万でした。したらね、お父さん60万ぐらい手取り、税金じゃない手取り必要ですよね。なかなかね、家賃高くて、大きな家がもうすでにあって、田舎で車止めとこも何台も止められてて300万円でも悠々だというところとは違いますよね。風俗店員は人手不足らしいぞ。人手不足は賃金不足、これトラックの運転手とか人手いない、なり手がいない、困った言ってる身ですけど、簡単ですよ。もっと金出しゃいいんだよ。医者なんかね、労働時間とか、まあ、種類にもよりますけど、外科医なんて言うと、夜中も叩き起こされてさ、で、手術で15時間とか、かかっちゃってさ、ブラックも移動ですけど、給料がいいから、働いたら働いた分もらえるから、ブラックとは呼ばれないですね。一億総中流から、一億総貧乏へ、野党がゴミすぎて、自民党しか選択肢がない絶望。岸田、経済政策は増税。これ実際に言ったやつが菅直人であります。不景気だから増税だなんて言い放っちゃって、ああ本当にバカなんだなこいつな、皆に飽きられておりました。重税すぎて稼いだら負け状態だし、日本人の所得を減らすためにですね、実習生とかでがっつり奴隷を輸入してるし、バイトしまくり留学生だってそれだし、
まあ早い話が労働力の輸入ですよ。でね、供給増やせば単価は下がる。これは神の見えざる手ですけれどもね。原発止めて電気代高いから、外国に工場逃げていくし、税負担率 48.0% だし、将来に希望持てねえし、日本人を貧困化させてるのは間違いなく政治です。人間はですね、勝手に創意工夫するんで、邪魔せずに放置すれば、GDP は年 1.8% 成長するって言われてるんですよ。別にね、画期的な技術が開発されたりであるとか、そういうのなくても、1.8% ぐらいだったら勝手に成長するんだわ。なぜなら個人個人が勝手に工夫すから、もっと楽な方法はないんだろうか。もっと、たくさんできるように、できないだろうか。勝手に工夫するって言われてんですよ。これは何十年も阻害してきたのが政治と財務省であります。財務省はですね、会計省とか、徴収省とか、経産省、まあ金の計算するだけの、とこ、徴収省は税金集めるだけのとこ、会計省は、まあ各予算に割り振り、各省庁に金割り振りするのを考えるところあたりに分割してですね、力を削ぐべきだと私は考えております。あまりにも力が強すぎる。岸田文雄なんか、まるっきり洗脳されちゃって、財務省の言うがまま、財務省の犬、財務省の人形で増税しか考えてない。あと、他すべては脊髄反射で詐欺送りしてもあるしね。日本政府、留学希望者15万人全員の5月末までの受け入れを検討だって、年度始まっちゃうじゃん、何それってツッコミありましたけれども、まあまあ労働力として考えてんだろうな。平日の空いている航空便を利用して、まずは10万人を輸送する方針だそうであります。これ奴隷の輸入ですね。文科省のですね、外国人留学生入国サポートセンターで航空便もの手配もしてやるんだって。もう至れり尽くせりですね、外国人にはね。日本の学生には全然世話してくんねえのにね。ネットの話です。ふざけんなカス。半分は中国人。感染爆発するだろうが、アホか。岸田、日本の宝、なんで戦争中に工作員かもしんないやつを入れるんだ。留学生という名の出稼ぎ労働者、自民党には何の利権があるんだ。スパイ入り放題やん。文科省の天下り先の専門学校や大学の救済策、バカ学校を作りまくって外国人に金与えて、バカじゃねえの。散々でした。数年前ですね、留学生の総数は12万人、約12万人でした。それがいつの間にか15万人以上に増えてんな。1人平均年間380万円税金与えております。これ学費、生活費、家賃、帰りの運賃、病院にかかった医療費、全部丸が替えで、1人当たり年間380万円ね。これね、15万人に与えたら5700億円かかってんじゃね。5700億円を外国人の勉学のためにやってる、使ってる。これまるっと削ったら消費税 1% 分ぐらい出んだねえの、これ。しかもほとんど留学生はですね、バイトばっかしてですね、日本人の仕事を奪って賃金下げてしね、日本人の学生には約450万円貸して600万円取り立ててんですよ。利子つけてね。文科省の外局の日本学生支援機構ってとこがやってるんですけど、日本人を支援する気ゼロであります。アメリカみたいに外国人は学費2倍ぐらいでちょうどいいですね。それにですね、日本の技術とか勉学とか科学をなんで金を払って外国人に垂れ流さなくちゃなんねえの。文科省もですね、解体してですね、力そがないといけないな、これな。これモデルがありまして、成功例がありまして、徳川家康がですね、本願寺、これ信長と大戦争やらかした本願寺。でね、本願寺の本拠の石山城ってとこが全然守りが固くてですね、
攻め落とせなかった。で、あの秀吉がそれをじっと見ててですね、石山本願寺のあの城を改造して大阪城作ったってとこなんですけど、まあ、西本願寺と東本願寺に分裂させることに成功いたしました徳川家康でですね、弱体化に成功して江戸幕府に逆らえないように大成功と、これは良い例だな、財務省も好き勝手やってる文科省も解体じゃないんだけど分裂分解してですね、一個一個を小粒にしてですね、逆らえないようにする力をそぐっていうのが必要だと私は思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。